えー、殺戮に至る山を読みました面白かったですひろきさんの感想お願いしますまたイヤミス系で面白いおすすめの小説がありましたら教えていただきたいですイヤミス系って何えっと殺戮に至る前そのツイッターで進めたんですけどあの読んだ人で2回目読まなかった人僕聞いたことないですよなのであの殺戮に至る前に山を読みました2回目読み直してませんという人がいたら教えてください